おはようございます。大木町議員のバブタカシです。今日も、議会の前半戦、えど、ー、うですね、え主なトピックをいくつかですね、ご紹介していきたいと思います。え自己紹介させていただきますと、まあ、に、 25歳ぐらいの時からですね、えー、パラオフィリピン、ミャンマーとー事業を立ち上げて、えー、5、6年前に日本に戻ってきましたで。現在、大木町というところで、地元なんですけど、大銀をやらせてもらっております。えー、現在100、150ぐらいの動画が上げてますので、えー、ぜひですね、チャンネル登録、またあのお友達の方とかにですね、このチ,のチャンネルのことをですね、ご紹介していただければと思います。また、あの高評価、もし内容が良かったら ですね。高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではえっ、ー、とですね。議会の前半戦の中であった補正予算。これはあの可決されたんですけど、まあ、補正予算っていうのが何かというと。まあ、あのー、まあ、大体1年1年丸1年あの予算を。 立ててですねそれを実際使っていくんですけども、まあ、予定外というか途中途中でこれもやろうとかあこれはやらなくていいやとかっていうの出てくるのでそういうのをこう調整するのが補正予算になってますはいでその中で出てきたのがですね、えー、これ100万円をかけて以前あ大沖町のプロモーション動画を作った るんですよねこれあの YouTube の方であのアカウントは「輪っか」ちょっと英語で「輪っか」だったのかちょっとひらがなだったかちょっと忘れましたけど「輪っか」というアカウントで検索すると出てくるんですけどそこにいい上げてる動画のことなんですけどそれを作って、えー、作ってます。でこれはですねもともとあのを作る前まあ これも確か補正予算で確か出てきたと思うんですけど、その、まあ、予定予算申請されてた時は、あの、筑後の、あの、ソフトバンクのですね、2軍のドームのところで映像として流すんで、えー、あの、プロモーションビデオを作りたいということで予算申請があってました。で、ま、あ実際ですね、この夏場ぐらい、あの、確かは 最初は企画家で作ろうとしてたんですけど、確かに枠家さんの方の授業に変わっちゃってるんですね。でその中で作って、えーまあ あのー、YouTube にアップして、まあ、1600回ぐらいですね、今ね、ざっと見ると再生数があって、そこそこ、まあ、ああの、見られてるので、えーまあま、動画がいいのか、あの、その動画をプロモーションしてる、プロモーションしてるかのスタッフさんの努力なのか、まあ、たぶこっちの方が多いんじゃないかなと思うんですけど、があって、まあ、あのー、よく見られてます。 ただ、その最初にドームとかで流すって言ってたのに、そういう話は聞いてないので、どうなったんですかっていうふうに私があの担当の課長に聞きました。で、えー、答えとしてはですね、あのー、まあコロナ禍で、そのもともとそのお、その球場で流すイベント自体がですね、キャンセルになってしまったために、その球場では動画,あのー、動画を流してないと。 なんかあの、なんか市町村のなん,かなんか集まりかなんかと時に、あの、ちょこっと一回ですね、えー、その動画をですね、流したことはあるということで、えー、で、今後は、ただ、まあ、あの、せっかくね、100万、まあ、100万ちっちゃ町のお金としてはちっちゃいかもしれないですけど、予算もかけてやってるので、えー、もう、せっかく作ったんだったら、もうちょっと使って、それをですね、再利用というか、使ってくださいというふうに提案したんですけども、まあ、ああの、今後ですね、 えーまあ、あらゆる場面で,です、ねえー、使っていきたいということで、えー、返答を確約としていただきました。はい、で次のトピックでいうと、これも私が、えー、質問をした、あ補正予算の,との中で質問をした件なんですけれども、えーと空民のな、空民の地域番組制作っていうのが120万ほど、もともとあったんですよね。 えー、で、これは、これであのコロナ,コロナのイベント、コロナでイベント、街の中のイベントとかを撮影して、それをクーミンの、あのまあ、沖町の番組で流してたんです、私もこれちょっとイオン、私、クーミン撮ってないんで、見たことないですけど、イオンで、最近やっとちょっとテレビが見れるようになったんでですね、イオンの、あのー、左側の入り口のところのお、トイレのところの近くにあるコーナーがあるんですけど、なんか、書類がいっぱいこう、 壁のところにですね、差し込んである。あそこで今見れるようになってて、それで見てたら、まあ、要はその、地域の番組、まあ、お祭りとかをですね、撮影してるんですね。だから今回その、イベントがなくなっちゃったんで、えー、まあ、撮影する機会もなくですね、制作自体を中止をしましたということでした。これ120万ぐらいのですね、もともと予算だったんですけど、で、まあ、それに関してですね、私が質問したのが、もともとそれ、 必要ですかっていう質問をしました。っていうのも <laughs>、っていうのも、その、まあ、ああの、イベントのことに関しては、その、まあ、あ年配者の方は結構、ほら、広報誌見てらっしゃるじゃないですか。なんで、あの、まあ、あ映像ではないですけど、一応、まあ、あ目で確認できる写真とかで。で、逆に若年層に関しては、もうほとんどテレビなんか見ませんし、 まあ見たとしてもその漫画とか見るぐらいでその地域番組っていうのは多分ほぼ見ないと思うんですよね。別に私もそのデータ取ってるわけじゃないのでもうはっきりも言えませんけど、まあ肌感覚でとほとんど見てないと思うんですよ。なので、もう100の120万も使うのやめませんかっていう話をしたんですけど、あのー、そうですね。まあ、 元々のこの地域番組を作るきっかけとなったのは、まあ、空民テレビの普及を目的のためにですね、その地域番組を見た人が、あのー、空民に入ってくれればいいとプロモーションでやってたと。 町がお金を120万出してっていうことなんで。でも、あの、まあ、今、ご存知の通りですね。えー、一応5月ぐらいに光ケーブルが完成する予定だったのがちょっと遅れて、まあ、9月ぐらいになりそうなんですけども、まあ、そういう光ケーブルがある、予定になってる中で、まあ、確かにその、空民をもうプロモーションする必要は、ま、ないかなというふうには、ま、思うので、 今後ですね、この地域番組は、まあ、やめるかどうか、再度検討をしますという回答でした。多分もうやめるんじゃないだかな、どうですかね。あの雰囲気では。はい。で、えー、次ですね、これも私が質問した件で、えー、すいません。私が質問したことはよく覚えてるんですけど、他の方の、覚え、の方質問したこともなかなか思い出せなくてですね、 えーと気候非常事態宣言の予算で、えー、9月にこれも補正で確か1000万ぐらい上がってたんですよね。これはまああの二酸化炭素とかの排出量大きい町の中のですね、えー、調べて、えー、ロードマップ、まあ、いわゆるこ今後こういうふうなのに注力あの、まあ、予算なりですね町、えー、の中でこういうふうにしたら二酸化炭素が減らせますっというチャートみたいなのを作りたいみたいな感じ 話ででその後特にその街の中でもなんかそういうプロジェクトが進んでいるような話を聞いてなかったので、えー、この1000万はそのまま補正予算の中に入ってたのは入ってたんですけどそれどうなったんですかって現状現状をお,お,お聞かせくださいというふうに質問しました。でそれに対して回答はあのー、まあ 一部、まあ国からの補助をですね、えー、もらおうとしてる。まあ多分1000万の中の一部を補助金でっていうふうに思ってると思うんですけど、というのもあって、えー国、国からのですね、補助申請の回答が来るのが3月末だということで、まあその結果を見て、まあその実際どういうふうに使っていくか、まあ使っていく方向も決まってますけど、まあその予算を見て、えー、実行に移すというような回答でした。 まあこれは私ですね正直あの、この件に関しては、その、こんなことにお金使うなっていう批判がですね、すごく私のものには、元にはいっぱい入ってきてますので、まあそういった意味で、えー、問,いを問い合わせてみました。はい。それではですね、次ですね、電子決済システムっていうのに、えー、確か1000万ぐらい、 費用が新たにかかる、また、そのメンテナンスに月に10万ほどのお金がかかるっていうのが、あの補正予算の中にありました。で、これ、質問したんですけども、これ、あの、なんか私的には、なんか電子決済って書いてあったので、なんかお金の決済システムをオンライン化するようなものをし入れるのかなと思って聞いたんですけども、それじゃなくて、 あのー、今までそう、例えばいろんな申請書とかを、まあ、例えば、あのー、まあ、一般の、まあ、農家さんとかが書いて、まあ、ちょっと、そこら詳しくは、事務手続きをやったことないはわかんないんですけど、まあ、その課長さんの、そこに印鑑が必要で、その後、町長の最終的な印鑑が必要で、それが、できれば、そのプロジェクトというか、その補助が進むとかですね、そういったその、書類の決済に、を、 オンンライン化するという説明で、したで、えー、いろいろこう、問い合わせる。要は、その、なんですかね。まあ、ネット上のアプリケーション、あネット上の申請にして、まあ、デジタルの申請にして、その申請書があって、まあ、担当課長課の方にメールとかで行って、それを、まあ、印鑑じゃなくて、サインですかって言ったんですけど、サインでもなくて、もう、クリックで、 クリックで承認したらそれが自動的に町長のところに行って町長のメールとかでそこを開くとクリックしたら最終決済に行ってみたいなオンラインシステムオンラインシステムというかまあ、ね、メールを使ったシステムという説明だったんですよねな確かにまあその今あのデジタル化、まあ、特に書類がですねあの何ですかねあの もう、沖町、もう、あの、書類がずーっとあれ、一応、保存しとかないといけないですよね、ああいう書類って全部、国の法律で。なので、そのもう、西別館のところが結構書類を置く倉庫みたいになってるらしいんですけど、もうそこももうパンパンだそうで、あの、書類を減らさないといけないっていうのは、まあ、あの、町長も常々おっしゃってあります。だからまあ、その一環でやるんだろうなと思うんで、えー、ただまあ、流れとしては確かに正解。 だと思いますねこういうのは是非進めていかないといかないと思うんですけどもまあちょっと1,000万とその月10万っていうのがまあここ個人商店を個人商店っていう、まあ、個人経営でずっと商売をやってた私にしてみればやっぱ高いなっていうもうちょっと汎用系のソフトできないのかなとかですねまああの国もそのデジタル庁とか作ってまあ,あの町の町じゃなくて、えー、各地方公共団体の事務システムなんか統合する っていう大号令がかけてるじゃないですか。まあかなり時間かかると思うんですけど、まあそういうのもあって、その大号令が実際絵になってっていうか出てきたときに、そういう地方団、地方公共団体、まあ、で、自治体でずっとやってるシステムが全部破棄されるのであれば、ちょっとそれが5年後なのか10年後かちょっとわからないですけど、もったいないなというふうに思った次第です。まあ 流れとしては悪くないので、それ以上私も突っ込みませんでしたが、そういうのが予算、補正予算の中に上がってます。ね。はい。あと、それとまたそれに関連してですね。えー Wi-Fi の設置に300万ぐらい予算があったんですよね、補正予算で。これはもともとまあ元の9月ぐらいの議会でまあ承認してし、してるので、特にまあ言ってもど,どうにもならないんですけど、一応まあ確認のために、その、まあ300万 Wi-Fi の設置にかかるってやっぱ高くないですかっていう話をして。 ちょっと詳細教えてもらえませんかということで、まあ、ちょっと課長さんもちょっとその分からなかったので、まあ、後々ですね、えー、こういったのに使いますということで、えー、まあ簡単なですね、えー、w i f i のルーターの、えー、写真付きのやつをもらったんですけど、そのルーター1個、16万もするんですよ、定価で、たぶん、ほぼ定価で買うと思うんですけど、役場ですから、16万ですよ、まあ、ちょっと立派な、なんか丸い、なんていうんですかね、 あの、もう超高級モデルなやつですね。まあ、一般家庭にあるような、そんな5万とかあもう立、立派ななんかその形もですね、丸っこい、なんかアップルのデザインみたいな感じですね、立派なやつで、それを14箇所を設置をすると。で、えー、その、まあこれは役場だけじゃなくてですね、子育てセンターとかいろいろこう、公共施設あるじゃないですか。そういうところに14箇所全部設置して、 えーケーブルも全部設置する。だからケーブル設置費を、だから16万の14個で、それだけで20万、ちょ、120万くらい行くのかな ?20 万ちょっとい行く,くと思うんですよ。だからまあ、その、はそのは、設置量がまあ、8万だか6万だかわかんないですけど、そのぐらいだと思うんですよね。 うーんまあ、その16万のルーターが妥当かどうかは別として設置費用としてはそのくらい業者にさせればかかるのかなというのは思います。はい。そういう、まあ、報告でした。はい。 はいで、あとはですね、あと、来年度の予算のことも、ちょっといろいろお話ししたいんですけども、もう15分ぐらいしゃべってるので、えー、飽きられないうちに、一応ここは一体おしまいにしてですね、次の動画を楽しみにしていただければと思います。それではまた。